にすごい。めちゃくちゃバカ力やね。だっておいらの大好きな里だからな。まあ一件落着ってことかな。火竜を沈めし者、ホムラの里を襲う火竜を倒し、里の未来を切り開いた者に贈られる称号。ふん。これでさ、あとは何だったかしら。あ、これか。ホムラの里で日の麦火山の火事場について聞き込みをしよう。あ、そっか、ここでの目的まだ果たしてないんか。果たす前に火竜を見つけて、問題に巻き込まれたんかな。もうヤヤク様もハリマ様もいないが、俺たちはお互い助け合ってこの里を守っていくつもりだ。この里が無事でいられるのも救い主様、あんたのおかげさ。困った時はいつでも力になるぜ。え、日の麦火山に火事場にまつわる伝説がないかって？それってもしかして禁足地のことかもな。ヤヤク様の社にいる次女なら詳しいことを知っているはずだから訪ねてみてくれ。てかあの社さ、もうめちゃくちゃ邪魔じゃない？びっくりした。あんなところにもおるよ。ほら。あんなところに。まあ、あの子は声かけれんやつなんやろうけど。あれ？こっち？違う。え？こっちからも、いけねえや。全然いけんかった。ここじゃないね、上がるの。こっちか。まあ、あれかな、みんなの集会所的な感じにするんかな。それやとしたらまあ、有効活用できるか。じゃないとね、今まで、お、びっくりした。猫。今までヤヤク様の住処的な感じで使われよったんやったらさ、もうおらんくなったし、これからも新しい長が立つわけじゃないみたいやけん。邪魔よね。まあ、心の拠り所ぐらいにはなるんかな。さあ、次女や。奥かな。私は里が大変な目に遭っている時も、ヤヤク様がお亡くなりになった時も、うなされて寝てばかりでな。その間、不思議な夢を見たのだ。ヤヤク様が火竜と共に寄り添って、川の向こうへと歩いていく夢だったよ。あ、でもそっか。え、村の人たちはさ、まあ、確かに村を救ってくれた英雄、かもしれんけど、でもさ、じゃあなんで火竜を、かばった？そこ、謎解けてなくない？どこにどう納得した？あ、どうもどうも。おや、あなた様は。その説は、ホムラの里と、ハリマ様の御心を救ってくださり、ありがとうございました。この人だけが真実を知ったんやね、今。何やらお困りのようですが、私がお役に立てることはありますか？禁足地のことをちょっと。アイノは、日の乗り火山のどっかにある、火事場の存在について尋ねた。おう。その話は私がまだわらべの頃に聞いたことがございます。炎の山の頂にて、聖なる種火を投げ入れしとき、遥か古より伝わる、大いなる火事場が蘇るだろう。そういった伝承を守るため、火山の頂上は、長い間禁足地として封じられておりました。しかし、里の救い主であるあなた様ならば、禁足地に入ることも許されましょう。さあ、こちらをお持ちください。お、アイナは禁足地への鍵を手に入れた。禁足地は、日の乃木火山の中腹の固く閉ざされた扉の先にございます。どうかお気をつけて。中腹の扉の先。火竜がおったとことはまた、全然別のとこかな。まああれ、だいぶ下の方やったもんね。ふもとって書いておったし。じゃあ、上へ上へと登っていかんといかんわけや。こっちかな。あっという間に着きそうやね。これってことか。え、マジあっという間やん。もっと時間かかるかと思った。禁足地への鍵を使いますか？はい。なんかすごい音したね。ね、あそこ酔っておるよ。イエーイ、君話しかけれる子やね。やあ、イエス様、よく来たね。合言葉なら僕が見つけておいたよ。えへへ、偉いでしょう。えへん。今からこの合言葉を教えてあげるから、忘れないようによく聞いていてね。それじゃあ、行くよ。アイナは冒険の書の合言葉を教えてもらった。伝説への祭壇のバラモス城が解放されたようだ。バラモス城？マジか。その冒険の書の合言葉があれば、よち村にある祭壇の間から冒険の書の世界に行けるはずだよ。
そうそう。僕の他にも冒険の書の合言葉を探している仲間がいるはずだから、四つ族を見つけたらまた話しかけてみて。それじゃあ僕はこれで失礼するよ。ユイス様、これからも頑張ってね。四つ村のこと、頼んだよ。あの姿のヨッチはさ、みんなには見えとんかな？それとも私が独り言言えるだけにしか見えてないんかな？いや、なんか、ねえ。あの、最近ちょこちょこストーリー上で出てくるさ、あの黒いヨッチとか全然みんな見えてないみたいやけんさ。多分その辺におる、ちょっと、うっすら透けとるヨッチのことも見えてないんやろ？あ、これ降りれる？降りれんのかい。何？どこ？ここ？あ、ここに投げ入れたらいいん。聖なる種火が火山に反応している。火口の中に聖なる種火の炎をくべますか？はい。ぽい。なんかこれってあれよね。あの、ドラクエ5でもさ、こんな感じのあったことない？なんか、火山に、自分たちのとこのこう聖なる炎みたいなのを投げ入れるやつ、儀式あったよね。一体何が？なんか、このドラクエ11はさ、なんか過去のドラクエのオマージュがめちゃくちゃいっぱいあるみたいな、ね、もう聞いたことがあるけんさ、やっぱそれも、そうなんかな。オマージュの一つなんかな。マジかよ。神のこの髪型もそう？ドラクエ6の主人公に似とるっていう。あ、なに？道ができた。なんかあれや、主人公が生まれた時の様子とかもさ、なんか過去のドラクエのやつに似とったよね。何のやつやっけ？え ?5? 他のやつかな？ 6 かな？わからん。すごい。マグマから火事場が現れるなんて。でも5ぐらいか、主人公が生まれる時の話とかあるの。先代ユサちゃんたちが剣を打っていた場所に違いないわ。よし、やろうぜ。魔王のやつをぶっ倒すため、ここで新たな勇者の剣を作るんだ。めっちゃ熱そう。みんなの顔が赤く。伝説の火事場。すごいな。でも、ついさっきまでさ、マグマの中に沈んどった足場ってめちゃくちゃ熱いんじゃないん？もうなんか、靴の底とかなくなってそう。え、どこ？ここ？この台座からは何か特別な力を感じる。ここでならば特別な剣が打てそうだ。ガイアのハンマーで伝説のオリハルコンを鍛え、新たな勇者の剣を作りますか？はい。本能的にわかるもんなんかな、作り方。うわぁ、隙間だらけやん、怖っ。できそう？熱いよね、ただでさえ熱そうやのにさ。次は俺の番だぜ。あ、勇者だけが作らんで大丈夫なんや。仲間の力も。あら、神ちゃん、抜け駆けはなしよ。ねえ、私たちにも手伝わせてほしいの。それで大丈夫なら全然手伝ってくださいまし。先代の勇者も仲間たちと力を合わせ剣を作っておったようじゃ。なるほど、そんな様子やったっけな。あれ、負けてはおれん。そう、これはあなただけの戦いじゃない、私たち全員の戦い。新たなる勇者の剣、我らの思いもその刀身に込めさせてくれ。私たちの力もお使いください。ありがとう、みんな。お前のおかげで俺は食材を果たし、マヤを救うことができた。今度は俺がお前の力になる番だ。うわ、なんかすごいな。めちゃくちゃパワーが込められた感があるよ。
世界を救い、みんなを笑顔にするシルビア一世一代のエンターテイメント。んみすごい、めちゃくちゃバカ力やね。エレノアよ、アーウィンよ、どうか見守っていてくれ。お主らの子に勝利と幸福があらんこと。うん、これできっとお父さんとお母さんの力も、あなたを守ることが私の戦いだと思ってた。でもそれは違ったのかもしれない。あなたと共にみんなを守る、それが私の戦い。はっ、小さい頃からのそういう使命感があったってことかな。騎士として俺は誓う、たとえいかなる敵が相手だろうと最後まで希望を守る盾であり続けることを。ここはここでね、このなんか絶望的な世界になってからの勇者様的な感じやもんね。あなたのグズな妹も少しは強くなれました。だからどうか心配なさらないで、私は勇者様と一緒に戦います。なんかこういうさ、メインキャラクターが死ぬの嫌よね。悲しすぎるわ。しかも一回別れてから再会することが叶わんみたいなパターン。お、いけた。これで完成なのか。なんか何のパパも宿ってなさそうやけど、果たしてどれほどの代物なのか。さあ手に取ってみろよ。手に取った時に初めてパワーがみたいな。パワーがこもったよきっと。おお、急激にキラッキラになった。輝いとるよ。うわお、素晴らしいね。アユナは勇者の剣を手に入れた。共に戦う仲間と空飛ぶ神の乗り物、そして新たなる勇者の剣、ついに魔王と戦う準備が整ったか。なあ、いよいよ大詰めだな。行こうぜ魔王の城へ。おお、まあ、その前にちょっとね、よっち村にね。ん？夜が明ける？そういうわけじゃないんか。そんなナイスタイミングじゃないか。アイナ様、いざ最後の戦いの地へと回りましょう。天空のフルートを使い、ケトスを呼べば、空に行く魔王の居城へもたどり着けるはずですわ。魔王に挑む者、仲間たちと力を合わせて作った勇者の剣を携えて、ウルノーガに挑む勇者に贈られる称号。